皆さんこんにちは。だいぶね戻ってきまして、今ねここは、前科台湾とかいうとね前科ってコンビニね、はい、そこで売っている東京、これなんていうんですか、千の里の目って書くんですけどね、濃厚マシマシラーメン、こんなの食べてる場合じゃないですよね。すごいの、レンジでね、このままレンジで温めるだけって書いてあるのに500ワットだと7分、1600W、そんなのあるんですか。1600W だと2分20秒とかです。すごいですね。すごいラーメンだ。さあ、それがこちらでございます。ね、こちら。ちょっと食べてみましょう。ね、はい。このまま食べられるの？大丈夫なんで。要は、これはあれですか？いわゆる、なんですか？二郎系ってやつですか？ね。これすごいな。ちょっと待ってくださいよ。食べてみましょうよ。匂いがね。食べて、こんな朝っぱらから食べてるわけじゃないですよね。朝っぱらって言うともう10時近いですけど。では私が皆さんの代わりに、今日ね店長いないんでね、私が食べるしかない。私は何のために食べてるんですかね。毒味ができない。うん、おう、うん、この麺の感じとか非常にそういう系統ですね。はい。これ有名なお店なんですか？千里眼監修してるみたいですよ。ラーメンね。はい。で、あ、こないだ。あれ、何取られたんだっけ、排ガステスターだ。排ガステスターの構成に行く前に、構成してもらって帰っていく途中に、いわゆるほら、あれですよ。一郎の次の、大体ね、太郎とか一郎の次の名前の有名なお店あるじゃないですか。蔵前橋通り沿いに、あれどこだろう、小岩とかなのかな、すんごい並んでんの、まだ開店前なのに。すごい、今もそういう時代なんですね。昔ね、そういうのいっぱいありましたけど、ラーメン屋、ああいうアンケート、ああいうっていうかアンケート結構いろんなのありますけど、うん、うちの昔柏に住んでたんで、対岸のね、手賀沼の反対側に我孫子というところがあるんですけど、うん、我孫子って書けます、ね、難しいですよね、そこの。あれなんて言いましたっけ、二郎系、どっちなんかよくわかんないですけど、あれなんて言いましたっけ、名前ね、ラーメンなんとかね、なんつったっけ、あれなんか名前出てこない、昨日も撮ったのよ、目の前食べてないですけどね。ニンニク入れますかみたいな、で野菜増し増しでとか、油油麺がね、このタイプは太くてね、うん、噛み応えのある麺で、うん、でラーメンはねこれ濃いね、うん、スープ、たまに食べたくなっちゃう、たまにね、うん、違う、これじゃないよ、クラフトコーラだよ、
それを買わなきゃいけないね。忘れてましたね。20種類以上のフレーバー、あれ何種類のフレーバーって書いてましたっけ。ドクターなんとかとかね、うん、癖のある味っていうかね、うん、非常にたまに飲みたくなっちゃう。セダンが販売終了になるみたいなね話をねなんかで見ましたけど、うん、今セダン取れないんですよね、高級車だけ、うん、確かに走ってないですよね。大体8バックかね。あとは SUV か、マーク X もなくなったって言ってましたね。もうね、知らなかった。もうマーク X 自体がよくわからなかった。もうマーク X 名前になってからなんかよくわからなかったんですけど、うん、だからホンダがあのグレースっていうの出したじゃないですか。あれあんまやっぱり売れない、やっぱり人気あんまないみたいなね。狙い目中古だったらね。もう考えてみて使い勝手良くないですもんね、セダンは別にね。トランクに皆さん何入れます？あとこう映画とかドラマとかのイメージがね、トランクの中に何か入れられちゃうみたいなね。良くないですよね。ハッチバックだったらできないもんね。できないことはないけど、トノカバーだけですからね、うん、濃いなぁ。
若くないよ。一時期あのあそこなんて言いましたっけ、何富士ね、何富士さん、もうこういうのでも何富士さんのは似てるけどこの味じゃないんだよな、うん、あの柚子のやつ美味しいですけどね、うん、スープがね、うん、余計なことです。ということで今回は、なんとか監修の、ラーメンこちらでございました。お付き合いいただきました。ありがとうございます。